いやー、なんかやっぱりマホーネさんがベイゼラなのかなーみたいな、そういうね、感じですね。皆さん、こんにちは。今日もね、レイトン VS 逆転裁判やっていこうと思います。終わる物語か。マホーネさん、どこへ行っちゃったんでしょう。完全に見失っちまったぞ。しかし妙ですね。人の気配が全く感じられない。なんか異様な雰囲気見てだくだね。さい、これ新しい物語のようです。ストーリーテラーが出した。何ということだ。もしかすると更新はすでに。とにかく読んでみますね。最後の物語。夕闇迫る最後の約束の地。物語を紡ぐ者と伝説の大魔女が最初で最後の対面を果たす。物語を紡ぐ者ってストーリーテラーだよね。で、伝説の魔女もしかして、マホーネさん。そういうことなのか。物語の終幕は、大魔法の火炎で彩られ、語り手は永遠にその口を閉ざす。え、ストーリーテラーさん、自分で死のうとしてるってこと？今宵、最後の魔女裁判において、伝説の大魔女は自らの炎に飲まれる。ストーリーテラーは死んで、大魔女も死ぬことで、物語と魔法から解き放たれた街に、見たことのない新しい朝の光が差し込む。自由、そして希望、それが新しい街を明るく照らし出す。確かにハッピーエンドみたいな書き方してるけど、なんか不穏だな。これは、まさか本当に？大魔女様が言ってたのってこのことだった。いずれにせよ、街中に混乱が広がる前に魔法姉さんを探しましょう。手分けした方がいいですね。せめて手がかりでもあれば。最後の約束の地、彼らの行進の最終的な到着地点は、街の広場のはずです。そして、語り手は永遠に口を閉ざすということは、ストーリーテラー死ぬってことだよね。マホーネさんの父上が命を奪われるということです。それを自分で書くっていうのがさ、じゃあつまり、マホーネさんはその広場に行く可能性が高いということですか？その通りです、ミスター。なるほど。広場でマホーネさんを探しましょう。最後の物語の紙片の情報がアイテムに追加されました。これは確かになんか、なんだ、終わりに向かってる感じするけどさ、不穏なんだよな、なんか。すごい人だかりです。みんなその目で確かめたいようですね、最後の物語を。レイトン教授、その最後の物語のことですけど、なぜ大魔女ベイゼラは今夜姿を現すのでしょうか？なんかさ、きっとだけど、魔法姉さんの記憶が戻って、その記憶が元でこう、ストーリーテラーに対する何かしら恨みが発生して、魔法姉さんがストーリーテラーを殺すみたいな筋書きな気がする。私も気になっていました。ベーゼラは一度も姿を現したことがない。物語は伝説の大魔女の運命すらも操ることができるということなのか。でもその物語自体もまださ、いろいろ謎が残ってるしさ。それにもう一つ。ストーリーテラーはなぜ自らの死の物語を書いたのか。ここが一番疑問だな。確かに最後の物語には気になる謎がたくさんあるようです。ですがそれを考えるのは後にしましょう。まあそうだね。確かに。いろいろ疑問はあるんだけどね。まずは魔法姉さんを探さないと。
いやー怖いなー。この鐘楼が、なんだっけ、あの遺跡にさ、あった、やつなのかな、これが。あ、この子たち懐かしいね。名前忘れちゃったけど。あ、そうだ、グレーとテールだっけ。お前には無理だから隠れてろ。無理じゃないから隠れない。無理だ。なんでわかんねえんだ、テル。無理じゃない。僕は騎士になるんだ。だから守るって言ったら、守るんだ。グレーを。僕は絶対グレーを守る。そんな弱っちいくせにどうやって私をベーゼラから守るんだよ、バカ。守る。よそでやってくんねえかな。あ、この人も懐かしい。むぐむぐ。今回の更新は随分いつもと様子が違っとったんじゃ。ジョドーラ様はおらんし、ジーケン様は妙にピリピリ。まあ、ジーケンはジーケンでいろんな思惑があるからな。その上これが最後の物語だと言うし、これから一体どうなってしまうんじゃ。まあでもストーリーテラー的には、なんか最後のその新しい朝が、この街は新しい朝を迎えるみたいなさ、それはなんだろう、いろんなこう、縛りから解き放たれて、まあそういうこういう物語なんかにも頼らないで、みんなが頑張って生きていけよみたいなさ、そういう意味合いな、結構ポジティブな内容な気がするんだよね。ストーリーテラー的には。これでなんか全て自分が罪を覆いかぶさって、これだけ人が多いと魔法姉ちゃんを見つけるのも大変だよね。あ、見てください。ストーリーテラーがいますよ。ショーの始まりだ、みたいな感じだ。間もなく訪れるであろう。魔法、そして物語の呪縛から解き放たれるその瞬間が。伝説のベーゼラはその姿を現し、最も長い夜の物語が始まる。ああ、この人の筋書き通りに行くんでしょうかね。その終幕を心して見届けるが良いであろう。なんかあの大魔女が何かしてきそうな気もするけどな。ストーリーテラーの思惑通りには行かせないよ、みたいな感じで。しかし、私たちはストーリーテラー様を失うことになります。まあそうなるね。その身を犠牲にされるなんて。悲しむことはない。我が物語はいたずらで気まぐれな運命の行方を垣間見せるに過ぎる。我らは皆抗うことのできぬ巨大な運命の大海原に漂っている。その中にあって我もまた登場人物の一人に過ぎぬ。ただそれだけのことだ。おお、ストーリーテラー様。ストーリーテラー様、これからも私たちに物語を。まあでも確かにすがってるよね、この街は。その物語にさ、すがりすぎてる。まずいな、そろそろ日が沈む。確か最後の物語には夕闇迫る最後の約束の地とありましたね。ってことはもうじき訪れる、その時が。まだ魔法姉さんが見つかっていないのに。いや、現れる気がする、ここに魔法姉さんが。おい、見ろよ、あれを。ん、鐘楼の上に誰かいるぞ。なんだって、鐘楼の上。あ、見て、ナルト君、あそこ誰か立ってるよ。見よ、ついに伝説の大魔女ベーゼラが現れた。物語が終わる、その時が来たのだ。あれはまさか。大魔女ベーゼラ。あ、我が命は今ここで尽き果てるだろう。そして大魔女ベーゼラは捕らえられ、この町に真の平和が訪れる。
ガリュウ。やばいな、これは。ゆえ。ダメだよ、ルック君。でも。魔法姉さんなのか、あれは。姉さん、なるほど。魔法姉さんか。魔法姉ちゃん。大魔女ベーゼラの正体は、やはり、そなただったのか。いやんー、どうなんだろうな。ここにいたのはでも魔法姉さんだけだったってことなんでしょ。実の父親すらその手にかけるとは、恐ろしい魔女だ。さあ、身を起こすのだ、大魔女エーゼラよ。なんか光ってる。魔法姉さん。あ、でも瞳の色が赤じゃない。そんな魔法姉ちゃん信じられないよ。じゃ魔法姉さん、なんとか言ってください。やってないと。魔法姉さん大丈夫ですか。しっかりしてください。魔法姉さん大丈夫なんでしょうか。意識はあるように見えますが反応はありません。一体ここで何が。なんだろうな。まあ、ちょっとあのガリュウっていうのは、ケンジの名前にしか私には思いませんでしたが、そうか。でもあの魔法はさ、それこそ伝説の大火の時に、ベーゼラが使った、おそらく魔法なんでしょうね。でも、魔法石とかは使ってないような、魔法杖を使ってるような雰囲気はなかったけどね。あ、この猫はクローネか。あ、クローネちゃんです。君ずっと魔法姉さんと一緒だったの。ここで何があったのか教えてくれないかな。ルーク君どうかな、なんか言ってる。ダメです、何も話してくれません。え、でもそっか、クローネに聞けば、この場所で何が起こったのかわかるかも。なんとかクローネと会話してくれれば、ルークが。下がれ、お前たち。大魔女ベーゼラに近づいてはならん。最後の魔女裁判が始まるまで、この女の身柄は騎士団に預けるものである。連れて行け。は。魔法姉ちゃんのこと、乱暴に扱わないでください。だって明らかにおかしいじゃん、状態がさ。魔法姉さんはひょっとしたら誰かに操られてこういうことをしたのかもしれない。お前たちも見ただろ、この女が竜の魔法を使ったの。でも魔法姉ちゃんが魔女かどうかまだ分かりません。ちょっと気になるのが、クロワさんがさ、クロワさんかな、多分クロワさんがなんか気づいた感じで、ん?つってこう、この、なんか魔法姉さんを見たときになんかこう気づいてる感じで、あれはどういう意味合いがあったのかっていう、ちょっと。そうです、意識を奪われて何者かに連れて来られたのかもしれないですよ。あ、俺もそう思う。は、ありえぬことよ。我々自警団は真っ先にこの鐘楼にやってきたのだ。ここにはこの女しかいなかった。我々が誇りを持って、断言してやる。またあれじゃないの、あのヨーマンのさ、あの集落と同じようにさ、そのあのジーケンさんが使ったような感じで、
この中でもすでに犯人がいて、で自警団の格好をして紛れたとかそういうのはないですか。しかし目に見えるものだけが真実とは限りません。魔女は見えへんも使えるわけだし、まだ周囲を細かく調べてはいないのでしょう。必要ない。あの状況を見れば一目瞭然、疑う余地などありはしない。なんだこの人は、断言しやがる。グツグツするな。意識が戻る前にその女を連行するんだ。それが何やら開花が騒がしいようで。なんだと。話しておくれ。私はあの子の家族なんだ。あ、クロワさんかな。お、おい、こら、止まれ。あ、クロワさん。あんたら魔法根に触るんじゃないよ。あ、ボス。久しぶりです、ボス。迷い、竜一も。竜一。なんでこのおばさんは、さっさとつまみ出せ。はあ。気安く触るんじゃないよ。あんたら、パンにしてやろうか。不法なんだこの粉は。うちの極上の小麦粉さね、ありがたく食らうんだね、坊や。無礼なりこのパンやべ。パン屋をバカにすんのか。パンは剣よりも強し、私は決して引かないからね。すげえ、すげえな、クロワさん。私だって、剣よりパンの方が好きだし。貴様ら、魔法根さんにね、好き勝手させませんよ。二人とも気持ちはわかりますが、落ち着いてください。あ、冷静な人がいた。そうだね。まあ、確かに、ここでことを大きくしては確かに問題かもしれない。冷静にちょっと、一緒に調査をさ、できるように、しませんか、この場所を。教授？真実を証明し、魔法根さんを救えるのは我々だけなのです。そうですね。ここは冷静になって対策を練った方がいいと思います。龍一、わかったよ。こないだまで小麦粉を練ってたお前が対策を練ろうだなんてね。ずいぶん成長しましたよね。小麦粉ね、パンをたた、小麦粉を叩いてた、あの龍一さんが今はもう机を叩いてね。立派な弁護士やってますから。では我々はこれで。はあ、最初からおとなしく引き下がっておれば良いものを。粉くそ。また粉ぶつけてやろうかも。魔法ね、私は信じてるからね。粉まみれにしてやろうか。それではこの魔女を連行せよ、大至急だ。それはそのちょっと不都合がありまして。なんだ。先ほど例の新入りが無茶をして、入り口の重い扉の鍵をかけてしまってですね。新入りって誰だ。現在誰もこの鐘楼から出られない状況になっております。なんだと、あの使えぬ新人の小僧か。あ、でもナイスナイスだな、その新人。その人のおかげであれだね、調べられるな、ここが。ナイスアシストだな。一刻も早く魔女を聞き取りの前引き立てるよう命令を受けてるのだぞ。大魔女の裁きは今夜中に行われる。広場では例の設営が始まっているのだ。例の設営？もう時間がないのだぞ。申し訳ありません。あの新人名逆さにして振ってやります。どんなそれはどういう状態になるんだ。とにかくすぐに行くぞ。その魔女を連れてこい。ずっとあの光ってるのが気になるんだよね。魔法根ちゃん連れて行かれちゃったね。悔しいです。魔法根さんが連れて行かれるのを見ているだけなんて。今は我慢するんだルーク。チャンスは必ずやってくる。いや、なんか言ってましたもんね、魔女裁判でどうのこうのって。で、その魔女裁判でしっかり型をつければいいんじゃないか。それにしても現場もかなり混乱してますね。自警団の人や騎士の人たちが慌ただしく動き回っています。というか、ストーリーテラーが無事なのかどうか確認した方がいいんじゃないのか、まず。あんな魔法を真正面から受けて、無事なのかどうかっていうのもありますし、たださ、黄金の魔法をレイトンさん受けたのに、こうしてピンピンしてるじゃないですか。だからひょっとしたら、
としたらそのガリュっていう魔法を受けたストーリーテラーもピンピンしてるかもしんねえ、しんねえからな。ストーリーテラーの物語にもそう書かれてましたからね。一体俺からどうなってしまうんだ。魔法おねさんが大魔女ベーゼラ、鐘楼に現れた大魔女ベーゼラは炎の竜を操る魔法でストーリーテラーの命を絶った。やはり魔法ねこそが大魔女ベーゼラだったのか。広場にいた人々は皆魔法ねさんが炎の竜を呼び寄せる姿を目撃している。だが私たちは最後まで彼女を信じよう。そうだね、なんかあからさまだったから、ひょっとしたらそこに何かしらトリックがあるのかもしれない。あからさますぎた。なんかこんなバカなことが。ストーリーテラー様、ストーリーテラーは無事なんですか。これがあなたの紡いできた物語にふさわしい終幕なのですか。父親としてその娘に与える運命とはとても考えられる。いや俺たちもそう思いますよ。バンロット卿、これより大魔女を連行いたします。ああ事件発生から随分時間がかかったな。申し訳ございません。なんか新人がなんかねしたらしいですね。自警団の不手際で手間取ってしまいました。つい今しがた解決したところで。自警団と騎士って違うんだ。言い訳は聞かん。物語によって最後の魔女裁判が今宵改定するのは知っているだろう。か現在広場に野外特設法廷の法廷を設営してたんだ。改定までにできる限り話を聞いておきたい。時間がない、急ぐのだ。はい、これ最後の裁判なのかな。最後の魔女裁判、さっさと歩け。待て、そのものを手荒に扱うな。やっぱ事件さんはやっぱ疑問に感じてるんだな、この法廷。あ、申し訳ありません。しかしこのものは分かっている。しかし今はまだ容疑者だ。そうですよ、バンロット卿。あれだな、逆転裁判で言うところの三剣さんみたいな感じだな。判決が下るまで魔女ではない、丁重に扱い命令だ。はっ、この人も真実を真実に向かおうとしてる。魔法で語るし、よろしければその口から直接聞かせてはもらえまいか。あなたは本当に大魔女ベーゼラなのか。わたし、あ、喋れるようになってきてる。大至急聞き取りの準備を。私もすぐに行く。その必要はない。ジョドーラ様、今何とおっしゃいましたか。その必要はない、そう言った。多分この人がさ大魔女だと思うんだよな。貴様は今宵法廷に立つことはないのだからな。どういうことですか。では一体誰が大魔女ベーゼラを裁く最後の法廷、検察市長が立たずしてどうする。そう、ここでジーキンさんが立ってくれてたらいい方向に傾きやすかったのに。都合が良かったのに。いろいろ法廷には私が立つ。容易なバーンロット教養、ジョドーラ検察市長との一体何を企んでいるのですか。何のことだ。俺はあなたの後を追って不思議な森にたどり着いた。やっぱりそうか。そしたらそこには大魔女がいたと。そしてそこで見たのです。ローブをまとった怪しい者たちと彼らが大魔女様と呼ぶ人物を。あの宗教団体、あなたが長だったんですね。あの仮面をつけた大魔女はあなたですね、ジョドーラ検察市長。しかもその手もさあの大魔女の手だもんね。大魔女の手、そういう手してたもん。面白い。その証拠はあるのか。証拠、それは仮面とやらをむしり取ってその正体を確かめたとでも。答えよ。奴の妖術によって意識を奪われたため確認はしておりません。そうか、残念だがバンロード教養、今の一言は私への反逆と受け取らざるを得ない。
そして検察長への反逆はストーリーテラー様のへの反逆でもある。そこのもの、捕らえられるってこと？はい。事件バーロード卿、反逆の罪で投獄せよ。どんどん味方がいなくなっていく。この者は腕が立つ。貴様たちには荷が重かろう。護送には私が付き添う。貴様たちは馬を出せ。ははあ。すぐに連行してやる。ここで待て、バーンロード卿よ。あなたが黒幕だったのかな？すべての魔法ネカタルシアが伝説の大魔女ベーゼラ。俺には信じられない。くそ、こんな時に。ジーケン様、この町の守り神であるあなた様を拘束するなど本意ではないのですが。謝る必要はない。それが貴様の職務なのだからな。しかし、まあそうだな。ワン、あ、犬、中堅。中堅、なぜここに。かわいい。我が相棒中堅よ、口惜しいが、どうやらこの事件、ここまでのようだ。俺にはやるべきことがあった。しかし、果たすことができなかった。もしかして中堅がやってくれるのか。無念だ。哀れなものだな。かのジーケン・バーンロットがその愛犬に自責の言葉を語るとは。ちなみに、貴様が果たせなかったやるべきこととは何だ。もちろん真実を明らかにすることです。そうですよ、あなたが隠そうとしている真実をね。真実。青き弁護の騎士、そして黒き帽子の騎士に出会うのは考えたこともなかった。魔法ネカタルーシアは本当に大魔女ベーゼラなのか。ストーリーテラー様はなぜ娘を魔女として処刑させる物語を書いたのか。俺はこの町を守る者として本当のことを知りたいんです。一つ教えてやろう、ジーケン・バーンロット卿。貴様がなぜ真実にたどり着けなかったか、その理由だ。おお、興味深いですね。なんだと。優秀な貴様にはたった一つ致命的に足りないものがあった。足りないもの。それは覚悟だ。おお、ああ、思いななんかな。なるほど。どういうことですか。真実を知るため、貴様は私を疑い、私の後を追って森へ現れたな。そのことを責めはしない。騎士としてなすべきことをしたまでだ。しかし、それならば、その同じ疑いの目を、なぜストーリーテラー様にも向けなかったのか。なるほどね。バカだ。まあそれは理にかなってる気がするな。騎士たる者、主君を探るなどあってはならないこと。そこが理にかなってないんだよな、なんかな。それこそ誇り高き騎士としての貴様の限界だった。ストーリーテラー様の住むあの塔、その天井に近き一室にある貴様の求める答えがあったかもしれない。おお、なるほど。ストーリーテラーの塔に何かしら答えがあるんだね。なんだと。いや、その意思はね、我々が継ぎますよ。あ、ひょっとしたらこれを聞いてる中堅がやってくれるのか。中堅、聞いたか。ストーリーテラーの塔だよ。まあ今となっては全ては過ぎたことだ。やり残したことは
そこの子犬にでも託すがよいだろう。あこれは本当に中継に託されてる気がするな。託す流れな気がする。それでは行くぞ。お前が本当にジーケンバーンロッド教の中堅と今宵よりいう、ね、貴様の住処は地下の暗い牢獄だ。そうだ、これ少し頭を冷やすがよく。中堅としてふさわしい行動を取れと。ジョドーラさん的にはまあちょっと期待したところがあったのかな、ジーケンさんには。ちょっとただその殻を破りきれなかったな、お前という感じなのかな。ふう、やっと出られたね、あの鐘楼。やれやれ、一時はどうなるかと思いました。魔法姉さんの裁判までおそらくもうあまり時間がない。とにかくこれから調査を始めて少しでも手がかりを探しましょう。その調査なのですが、ミスター、なるほど、あなたにお任せしてもよろしいでしょうか。あれ、レイトンさんはどこに。いいですけど。でもレイトン教授は。私はそう、調べたい場所があるのですよ。これはあれなのかな、レイトンさんはストーリーテラーの塔に向かうのかな。調べたい場所ですか、それって一体。あ、しかも中堅も来た。あ、中堅くん、びっくりしたな、急に出てくるんだもんな。なるほど、ここで二手に分かれる流れか。どうしたんだろう、ただごとではない様子だが、僕、中堅くんと話をしてみせますね。あ、してみますね。いや、これはいい流れだ。ああ、頼むよ、ルーク。ふんふん。そんな、はたから見たら変な光景だろうね。あいつ犬と喋ってんぞ。どうしたんだい、ルーク。血相を変えて。中堅くん、なんて言ってるの。中堅くんによると、ジーケンさんが、検察庁を解任されたそうです。そうなんですよ、あのジーケンさんが。なんだってジーケン検察庁が一体どうして。こっちからしたらハテナでしかないだろうな。ストーリーテラーへの反逆罪という汚名を着せられたそうです。ジーケンさんはジーケンさんなりに、この、ね、魔女裁判に対して疑問を持ち行動したんだけど、まあ、まあ、ジョドーラさんが上を行ってたってことだよね。あのジーケンさんが反逆罪だって。妙ですね。あまりにも突然すぎます。じゃあ今夜、ジーケン検察官の代わりに法廷に立つのは、それが、ジョドーラ検察次長さんみたいです。あの女の人。どうやら事件は大きく動き出したようですね。そうだね。なんか謎が一点に集中してる感じ。一刻も早くそれぞれの調査に取り掛かった方が良さそうです。あ、先生ちょっと待ってください。中堅くん、まだ他にも言いたいことがあるみたいです。ストーリーテラーの塔に行けって感じなのかな。それは興味深い。何かな、ミスター中堅。どうやら僕たちを案内したいそうです。レイトンパートと逆祭パートに分かれる感じだな。案内って一体どこに。それが、ストーリーテラーの塔だそうです。ストーリーテラーの塔、なんでまたそんなところに。そこに何か手がかりがあるかもしれないって言ってます。すごいね。優秀だな、この中堅。なんだって。ふふ、それはとても好都合だよ。元から私もそこに用があったからね。レイトン教授。実は私が調査したいと考えていたのはまさにその塔だったのですよ。レイトンさんクラスになるともう謎解いてそうだな、なんか。この街の。そうだったんですか。それを確かめに行くのに、そこを調査する必要があるみたいな。今街中の視線はこの広場に向けられています。厳重に守られていた塔も今なら侵入ができるかもしれない。そう考えていたのです。確かにそれは盲点でしたね。その塔って魔法姉ちゃんが昔暮らしていたんだよね。あ、そうだったっけ。まあ、しかもだからストーリーテラーの場所だからね。そこにストーリーテラーの真実が隠されているかもしれない。
ここに一体どんな手がかりがあるんだろう。ストーリーテラーは本当になくなっちゃったんですか。まずみんなそのストーリーテラーの死体とか確認したの。マホーネさんの過去が手がかりになるか。あっちに塔への近道があるそうです。中堅くんこう言ってますよ。さあこちらへ、黒き帽子の騎士よって。おお、神経さんの言葉を真似して。それではミスター、なるほど、ここで二手に分かれましょうか。そうだね。まあなるほど様は、まあ、ホーネさんをね助けるために調査を、魔女裁判に向けてね。エイドンさんはストーリーテラーの真実を、大丈夫、私たちは必ず戻ってきます、新しい手がかりを持ってね。待ってますよ、こっちも法廷に向けて準備をしておきます。ミスター、なるほど、最後の物語にはこう書かれていました。物語と魔法から解き放たれた街に見たことのない新しい朝の光が差し込む。この文章だけ読むとすごい前向きな気がするんだよね。自由、そして希望、それが新しい街を明るく照らし出す。もしこの物語の結末が約束された終幕ならば、その光は魔法根さんの上にもきっと降り注ぐはずです。この物語通りの展開になるかどうか、それも見どころですね。このレイトン教授 VS 逆転裁判、力を合わせて僕たちがそれを証明しましょう。それではまた後ほど、行こうか、ルーク。はい、それじゃあ中堅君、塔まで案内を頼むね。よし、それじゃあこっちは事件の現場を調べておこうか。裁判はもう数時間後に始まる。文字通り時間がない。本当に時間ねえな。急ごう。うん、レイトン教授ならきっと何か手がかりを持ってきてくれるはずだ。こっちもできることをやっておかないとね。そうだね、なんか光ってたんだよな、鐘楼のところで。どうしたの、マヤちゃん。なんとかなるさ。マホーネちゃん、あの時と同じ目してたね。あの時？あ、もしかしてあそこか？あの、船であった事件の時の、裁判の時の。初めてロンドンで会った時、あ、やっぱそうだ。あの時もマホーネちゃん、様子がおかしかった。その時もさ、そばにジョドーロさんいた気がするんだよな。いたよな、多分。あ、そういえば。薬か魔法で意識を操作されていたのかもしれないな。卑怯な真似をして、私絶対許せないよ。ああ、僕だって同じだ。さあ、始めよう。そうだね、これが全て操られたものだとしたら、それは許せないな。よし、一応やるよ、なるほどくん。では、調査をしていこうと思います。